はい、アイムです。よろしくお願いいたします。いよいよ第6回アベマトーナメント開催が発表されましたので、今回はそのドラフトの徹底予想をさせていただきたいと思います。果たして藤井竜王は誰を指名するでしょうか。また羽生九段や渡辺名人、永瀬王座、豊島九段、一体誰を指名するか注目ですね。また今回から千田七段が初参加となりました。ということで早速見ていきたいと思います。第4回の優勝チームは藤井竜王と伊藤匠五段と高見四段のチームでした。このチームは本当に圧倒的に強かったですね。ぜひまたこの再現やってみてほしいなと願っています。そして第4回準優勝チームは木村九段、佐々木勇気四段、そして池永五段。この木村佐々木ペアっていうのは、第5回でも準優勝してまして、非常に強いペアとなっております。この2人多分人気かなり今回も高いんじゃないでしょうか。で第5回ですね、先ほども申し上げた通り、木村九段と佐々木勇気四段のペアが斉藤八段のチームに入りまして、見事に準優勝となりました。本当に際どい戦いでした。優勝チームは早指しがかなり強い稲葉八段に加えまして、若手のホープ服部五段、そして出口六段。服部五段と出口六段は叡王戦の長決で争っていたことからも分かるように、もう非常に強いです。優勝しても全くおかしくないと。本当に順当なトリオが優勝したなという感じで見ておりました。ということで、そういったことを踏まえて第6回のドラフト予想してみたいと思います。ちなみにまず予想の材料として前回のチーム見ていきたいと思います。藤井竜王は1巡目で森内九段を指名して競合の末に見事に引き当てました。で2巡目は藤井猛九段、藤井藤井ペアが誕生したと、元竜王ペアが誕生したという形になりました。残念ながら決勝トーナメントには進めず敗退となりました。で渡辺名人は1巡目鉄板の近藤七段に加えまして、2巡目佐々木勇気七段を指名して外れて、競合の末に渡辺五段を指名となりました。藤井藤井ペア、そして渡辺ペアが誕生したということで、ちょっと話題になっておりました。で永瀬王座はやはり鉄板の松田六段ですね、競合の末に獲得。2巡目は斉藤五段を獲得という形になりました。で羽生九段は中村太地七段、そして佐藤慎也七段、こちらは前々回と全く同じペアを獲得しました。で豊島九段は森内九段を指名したんですが外れて、競合の末に深浦九段を丸山九段を獲得。2巡目で深浦九段を獲得、ベテランペアからちょっと教えを乞いたいと、そんなお話をしておりました。で佐藤康光九段は1巡目松尾八段を指名したんですが外れて郷田九段となりました。そして2巡目は仙崎九段、羽生世代の、同世代という感じのチームになっていきました。で佐藤天彦九段は梶浦七段、そして佐々木大地六段を指名しております。佐々木大地六段は見事に強豪で引き当てました。で続きましてこちらですね、広瀬八段は1巡目青島六段を見事に一本釣り、2巡目は鮫戸七段獲得となりました。で斉藤八段は木村九段を一本釣り、2巡目は佐々木勇気七段を獲得しております。糸谷八段は黒沢六段、そして2巡目で西田五段を獲得、そして菅井八段は久保九段、そして佐藤和俊七段ですね。稲葉八段は服部四段、そして出口六段。結果的に稲葉八段チームが見事に優勝となりました。そして山崎八段は松尾八段と阿久津八段、このトリオは実は残念四天王と、ここに橋本八段を加えて残念四天王と言われていたそうなんですが、それを意識して山崎八段がこの2人を獲得したというわけですね。で三浦九段は今回出ておりませんが、伊藤匠五段、そして池永五段を獲得しております。ということで、まず今回の予想ですが、藤井竜王は斉藤四段をかなり高い確率で指名してくると予想しております。斉藤四段はつい先日プロになったばかり、杉本門下は藤井竜王と斉藤四段だけということで、大いに注目しておりました。おそらく同門の斉藤四段ほぼ間違いなく指名すると予想しておきます。2巡目なんですけどちょっと難しいですね。もしかしたら杉本八段を指名してチーム指定みたいな感じでやってくるかもしれません。四段で揃えるとしたら徳田四段を狙ってきたりとか、あと岡部四段とかですね。でなんとなく大橋六段を狙うんじゃないかなと。藤井竜王って大橋六段に4連敗してるんで、逆にその教えをこうみたいな、結構そういう取り方も多いので、
2巡目予想をあえて大橋六段にしておきました。まあ、大橋六段も本当に強くて人気の先生なんで、2巡目まで残ってない可能性もありますが、一応こういう予想でいきたいと思います。で、渡辺名人は近藤誠也七段、これは鉄板ですね。そして2巡目大橋六段、この2人を指名すると予想しました。初心文化のトリオとなります。で、大橋六段じゃなければ一度、トリオを組んだこともあります石井六段ですね。実はこの3人全員初心文化ということで、渡辺名人前回は佐々木勇気七段指名して外れたりもしてたんですが、今回また初心文化で固めてきたりとか、あと前回渡辺五段と組んで結構いい成績出ていたということで、もう一回渡辺五段のカムバックもあるかもしれませんね。で、永瀬五段はやはり1巡目は鉄板の増田六段、まあ、永瀬増田ペア本当に強いです。なので、まあ、外れてもいいからということで増田六段、示してくるかなと予想しました。で、2巡目は永瀬五段、前回もラブコールを送った佐々木勇気七段ということで予想しておきます。またもし残っていれば徳田四段、まあ、徳田四段なんとなく1巡目で誰かが取る気がするんですけど、今季勝率藤井竜王と1位タイの徳田四段ですね、取ってくるかなと思います。羽生九段はまあ前回とまた同じ中村七段、佐藤慎也七段、なんとなくこのチームで行くのかなという気もしますが、変えてくるかどうか注目ですね。まあ、もし変えてくるとしたら、まあ、木村九段を入れてちょっとこうベテランと若手の融合みたいな、そんなチームを、作ってくるかもしれません。また羽生九段は松尾八段と研究会やってるというお話もありますんで、まあ、中村太地七段とかですね、松尾八段とか入れてくるかもしれません。そして豊島九段チーム、豊島九段は結構若手を指名する印象がありますので、まあ、徳田四段もしくは服部五段あたりを指名してくるのかなと思いました。で、2巡目斉藤五段ですね。あとまあ前回、指名した丸山九段も十分あり得るかなと思いました。で、佐藤康光九段はやはり、佐藤森内そして谷川チームレジェンド、この再結成も十分あると思いますし、今回まず木村九段がドラフトで選べるということで、佐藤森内木村というトリオですね、あると思います。前回組んだ仙崎九段はどうでしょうか。仙崎先生が取ってくれといえば、指名するでしょうし、もう勘弁してくれっていうことだったら、指名しないと思いますし、その辺はちょっと水面下の話聞いてみたいですね。そして佐藤天彦九段ですが、1巡目予想としては増田六段、そして2巡目予想としては深浦九段と、さらにまあそうですね、梶浦七段非常に実力も高い棋士ですので、増田六段そして梶浦七段を入れて、まあ、本気で優勝を狙いに来ると、そういう可能性も十分あると思います。まあ、梶浦七段も誰かが、取ってきそうなんですけど、どうですかね。1巡目で指名すればほぼ確実に取れるでしょうが、2巡目だとちょっと微妙っていうところで、まあ、逆にもう1巡目で梶浦七段行っちゃうとか、そういう人が出てくるかもしれませんね。ということで、まあ、斉藤八段がチーム斉藤を作りに来ない限りは、藤井竜王、斉藤四段、獲得濃厚だと個人的には予想しております。で、またもし斉藤四段が無事に取れた時に、果たして杉本八段を取って、チーム杉本ですね、チーム指定を作りに来るのか、その辺もちょっと注目でございます。まあ、藤井竜王、第3回も第4回も杉本八段指名してませんので、まあ、今回もおそらく指名しない確率の方が高いとは思うんですけど、斉藤四段取れたらちょっとまた気が変わってくるかもしれませんので、その辺ちょっと注目ですね。で、続きまして、チーム広瀬は、やはり、早稲田固め、中村太地七段、実力的にも、出身大学的にも同じで申し分ないということで、中村太地七段今回やってくるんじゃないかなと予想しました。で、もし2巡目で残っていればですが、丸山九段とか、あるいは、組んだことのある北浜八段、ごめんなさい、八段ですね、北浜八段を入れてくるかなと、そんな気もします。で、斉藤八段は伊藤匠五段、佐々木勇気七段、そして木村九段、この辺を予想しておきます。斉藤八段は前回、佐々木勇気七段、そして木村九段と組んで見事に準優勝を果たしておりますんで、まあ、もう一回木村九段という可能性も十分あると思いますけどね。どうでしょうか。佐々木勇気七段がそもそも2巡目まで残っているのか、その辺も注目でございます。まあ、前回も伊藤匠五段指名してましたんで、今度こそという感じで狙ってくるかもしれません。糸谷八段は、
前回もベテランが欲しいという話しておりましたんで、森内九段、もし取れなかった場合は、逆に若手で固めてくると、そういう線も十分あると思います。前回西田五段と組んでした。そして菅井八段は、久保九段、そして藤井猛九段も十分、候補に入ってくると思うんですが、まあ、前回組んだトリオと同じメンバーを予想しておきました。稲葉八段は、まあ、これはもうちょっと変える必要ないですね。前回優勝チーム、服部五段、そして出口六段、この二人を指名する可能性高いと思います。まあ、もっとも、服部五段ってなんかもうすごいレーティング的にもズバ抜けていて、早指しも滅法強いということで大人気になりそうなんですが、まあそうですね、出口六段も人気の棋士ですので、二巡目に残っているかどうかというと非常に怪しいと思います。そして、逆にだから戦略的に出口六段先に取って服部五段はもう諦めるとか、そういう可能性もあるんで、まあ、ちょっとその辺をどう組んでくるか注目ですね。あとごめんなさい、2巡目予想佐々木大地七段ですね、七段でございます。ということで山崎八段は前回と同じ、ちょっと残念視点 のペアで組んでくるのかなという気がしました。また初参加の千田七段が誰を狙ってくるか、そこもちょっと注目ですね。無難に若手のホープ、服部五段や徳田四段、あるいは木村九段や佐々木勇気七段といった実績十分なメンバーを狙ってくるか、まあ、それともちょっとこう人間関係優先した形で選んでくるのか、その辺も大いに注目でございます。ということで、皆さんの予想もぜひコメントしていただけると幸いでございます。意外と藤井竜王、斎藤四段、杉本八段の、指定トリオ結成ということもあるかもしれませんし、まあ、藤井竜王もそうですね、まあ、徳田四段とか服部五段とか大橋六段とか、本当にもう、ね、本気でこう優勝を狙うような若手のホープを狙ってくると、そういった取り方もあるし、ちょっとこう予想が難しいですね。ということで、皆さんの予想もぜひぜひお聞かせいただければ幸いでございます。それではここまでご視聴いただきましてありがとうございました。高評価、チャンネル登録いただけますと大変励みになりますので、どうぞよろしくお願いいたします。それでは失礼いたします。